シリーズものね、シリーズもので言ったらじゃあ僕クリード見ましたよ。おお、2プレゼンねしましたけど、クリードは僕オールナイト上映行って、はいはい、なんか初日にそのクリード1と2を一気見しますみたいな、あーなるほど、のを芸人の後輩、スタローン好きの後輩を連れてで1はもう見てるし何回も上がるように2のために見ようと思って1を見たんですけど、もう1がもう1でダメでした。何がもう1でダメ、もうずっと泣いてたずっとで、僕のあの列に4個ぐらい先におじさんが一人で見に来てて、俺より先におじさんが泣くの。ワンでもうなんだろう、お、あ、こ、俺、あ、ここ泣くなってわかるじゃん、見てるから、ここ泣くなって思ってうって泣く前にちょっと見ると、もう先にもう先にボーダーの涙を流してて、あ、いいおっさんだなと思って見てたんですよ。で、2始まるじゃん。で、2も、まあ、もちろん良くて、2最高じゃねえかってパッて見たら、そのおじさん帰ってて、え、あれ何のために来たんだお前と、なんでだ、ワンだけ見て3000円払ってワンだけ見て帰ったんですよ。ツタヤ行け、ツタヤで借りろ。でね、そう、それで良かったです、2は。わー、もう良かったですね。 1,2,3,4,5,6,8 本目かな、シリーズで言うと。長いシリーズって最近あるあるなんですけど、前に作った過去作をなかったことにする。 あるじゃない、むちゃくちゃある。もうダメだった場合とかもね、そう、ずるいのが多いのだけど、ロッキーは8本やってんのにあるんですよ。面白くない、面白くないっていうか変な映画が、まあこれいらなかったんじゃないのっていう。そうそうそう、ロッキー5に至ってはもう、ストリートファイトするんですよ、ロッキーが、はいはいはい、もうそれロッキーじゃないじゃん、何これみたいな。だけどクリード2を見ると全部意味があったんだねってなんですね。おー、もうあんなにダサ作とか新作つまんないとか言われてるような作品が全部ちゃんとね、回収というか、はいはいはい、意味あるものになっていて、その最後のドラゴンの息子とアポロの息子のクリードの試合になったところで5回ぐらい泣きましたね。5回、1回泣いて、あ、泣いてる、あ、もう泣いてるじゃん、わ、泣いてる、やばい、今のやばいよ、もう終わりかなと思ったら、もう次の泣きが来る、はい、でどんどんバイバイゲームで、最後もう今までロッキーシリーズになかったある場面があって、そのロッキーの、まあ、背中越しのシーンがあるんですけど、そこでもうちょっともうおしっこ漏らしちゃったんじゃないかぐらい、上からも下からももう水分という水分が全部なくなるぐらい、カラッカラで帰ったって、カラッカラで帰りました。もう本当にも最高でしたね、マジで。絶対一緒で映画行きたくないですよね。いや、もう喋りたくもないって喋ってはくれよ。ちょっとおしっこ臭い。お前、小学生のいじり方だぞ。